阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの2回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さんは現役時代デーゲームで特に気をつけていたことはどんなことでしょうか。まあ前日早く寝ることですかね。それ以外特に気にすることとかないですよね。里崎さんはそうだったんですね。まずはタイガースの先発西が京セラドームのマウンドに上がります。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球コーナーをついてきました。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。外へのカーブ外れました。4球目は何で来るか。ボールになります。切れました、ファールボール。痛烈、ここもファールです。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている山崎。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。さあ2球目は何か。この球は外れています。これが3球目。ファウルになります。低め外れました。これが5球目。ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。引っ張った、マルテ。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス山田、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。マウンド上西、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。初球ボール。次が2球目。
インコースに持っていきました。膝元インコース、ワンボールツーストライクと追い込みました。インコースボール、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回スワローズ三者凡退です。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の高橋。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは近本、昨日はマルチ安打を記録しています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは3塁まで進みました。ここはいいバッティングをしました。スリーベースヒットを放っています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそしてバッターボックスには中野が入ります。さあ一打先制のチャンス、早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですね。これが初球、最初は変化球できました。赤星さん、バッターの中野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、やはり左には苦戦してますよね。角度のある外に逃げていくボールには対応できていない感じですよね。ああ、そうですか。よく見極めましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ストライク入りません。これが4球目、かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。引っ張った、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト。タイガース1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0、タイガース試合の主導権を握ります。さあ初球は何か、初球ボール、2球目は何で来るか、ボールになります。ボール先行です。低めの球150キロ、
さあ4球目は何か。低めに外れてボール。さあ5球目は何か。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドボールをこぼした。これはセカンドのエラーです。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番佐藤。昨日のゲームでは無安打に終わっています。エラーでランナーを出しています。ファールゾーン切れそうです。ファウルになります。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないように。2球目打ちました。右中間に大きな打球。これはどうか。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそして打席には大山が入っています。さあ追加点の欲しい場面。まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。なるほど、そうですよね。まあここはクリーンアップですから、最低でも犠牲フライという感じでしょうね。はい。さあクリーンアップらしいバッティングができるんでしょうか。食い込んできましたね。いいクロスファイアーですよね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ワンボールツーストライクです。次が4球目。三振の欲しい場面ですから振らせようというボールでしたけども、よく見ましたね。はい、そうですよね。インコース見送っています。これでフルカウント。さあバックホームするか。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を入れています。そうですね、きっちりと役目を果たしてくれましたよね。ここで1点追加、犠牲フライでサードランナーが帰ってきました。バッターボックスには6番糸井。タイガースこの回2点を入れています。さあ先制に成功。なおも追加点のチャンスを迎えています。さて赤星さん、この糸井対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、やはり左ピッチャーは苦手ですよね。左に対しては体が早く開いてしまう傾向がありますね。そうですか。高めの変化球に手が出た。すぐに追い込みました。さあ3球目は何か。打ちました。高いバウンド、村上。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース先手を取りました。1回終わって2対0、タイガース先制です。2回になります。追いかけるスワローズの攻撃。バッターボックスには4番村上。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。さてタイガースの先発は西。昨シーズンは1勝を挙げています。初球打ち詰まりながらもライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。バッターは5番中村。昨日のゲームでは無安打に終わっています。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振りです。
振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。高めのボール、ファウルになります。ワンボールツーストライクです。膝元をつきましたが外れました。空振り三振。6番バッター青木、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、この打球はファウルグラウンドへ。ファウルになります。バッターよく見ました。空振りになります。ワンボールツーストライク。ボールになります。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、タイガースがリードしています。2回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、糸原が打席に入ります。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。そうですね、先頭バッターの出塁は嫌なものですから、まずは塁に出たいですよね。そうですね。アウトロー外れます。次が3球目、ストレートできました。ワンボールツーストライクです。のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。次が5球目、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか。初球打ち、打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。ピッチャーに打順が回って、先発の西が打席に入ります。バッティングはかなりいいんで、狙ってると思いますよ。そうですね。初球空振りです。
ボールになります。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。アウトコース打ちました。山田一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回終わって2対0タイガースがリードしています。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。初球ボール。まっすぐで空振りを取ります。変化球、これは胸元へ。ワンボールツーストライク。4球目は何で来るか。際どいコース見送っています。ファウルになります。レフトに大きな打球。レフト下がっていく、下がっていく。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには長岡が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだまだ回もありますし、勢いづかれると怖いですから、雑にならずしっかり抑えておきたいですね。なるほど、そうですね。これが2球目。スタンドに入ります。外の球打った。セカンド取った。一塁アウト。ワンアウトランナー三塁となりました。さあ、打席には先発の高橋が入っています。さあ、得点圏にランナーを置いた場面です。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあ、どういうリードをしてくるのか。さあ、2球目は何か。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。低めのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。できれば三振を取りたいんで、次はスプリットで勝負になるでしょうね。ああ、そうですか。低め見ました。ボールです。低め、いいところに持ってきましたが外れます。フルカウントになります。ショートの右、バット一塁へ。一塁アウト。その間にサードランナーホームイン。スワローズ1点返しました。2対1になりました。タイガース、これ以上の追い上げを許すわけにはいきません。
インサイド空振り。次が2球目。ボールになります。打ちました。ショート取った。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回スワローズ点差を縮めていきます。2対1、スワローズが1点差まで追い上げました。赤星さん、立ち上がりを攻めリードを奪っているわけですが、もう一押ししておきたいところですよね。そうですね、こういう展開の場合は取れるときにしっかり取って優位に立っておきたいですよね。そうですね、追加点を取れるのか注目です。低めの球ストライク、153キロ。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。5球目は何で来るか。打ちました、流しました。これはどうか。三遊間抜ける。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには中野。まあここは送る。ファーストランナースタート。ナイス成功。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。さあチャンスになりましたよね。やはり送ります。高橋アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。そうですよね。さあクリーンナップらしいバッティングを期待しましょう。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低め徹底で投げてフライを打たせないような配球をするでしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。ボール、高めの変化球は見送ります。際どいところへ決めてきます。ここは絶対抑えたい場面です。打ちました。この打球はフライになっています。村上が掴んで2アウト。つなげたかったですね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には4番の佐藤が入っています。赤星さん、バッターの佐藤、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはずですからね。ああそうですか。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わりました。3回終了2対1、タイガースが1点をリードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。
そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。緩いボール決まりました。力のあるまっすぐですね。はい、アウトコース空振りストライク。ノーボールツーストライクです。まあ出塁すると嫌なランナーになりますから、しっかり抑えておきたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。スライダー外れます。高め打ちました。切りました。ファールボールです。打ちました。弾き返した打球は右中間へ、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは3番山田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。ノーボールツーストライク。この球は外れています。ライト方向を流しました。ライトに上がった。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ツーアウトです。4番バッター村上、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。際どいコースに送ってストライク。2球目は何で来るか。あー、いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。セカンド正面のゴロ。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、タイガースが1点をリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。5番バッター大山、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。外野フライもいざとなると簡単ではないですからね。しっかりと役目を果たしてくれましたよね。見事でしたね。タイガース1点リードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、まだ1点差ですから、この辺りで追加点が欲しいですよね。そうですよね。相手に打ちました。センターへ抜ける。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー1塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。6番バッター糸井、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。
ヒットでランナーを一塁に置いています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。内へズバッと投げ込んできました。併殺を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターの糸井、併殺狙い、インコースに攻めてきました。これが5球目。よく見ましたね。フルカウントです。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは糸原。ここはエンドランを仕掛けるのもありですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。ボールになります。変化球タイミング合いません。いいところへ決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。アウトローを見送ってボール。さあ5球目は何か。ファウルになります。それをフォローする。アウト、ツーアウト。さあそして打席には梅野が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った、切れました。ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。外、際どい球、ボールになります。151キロ。外、外ときました。審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。平行カウント、打ち上げた。スタンド、ファウルボール。低め見ました。ボールです。2球で追い込んだんですが決めきれず、フルカウントまで来ました。これが8球目。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。里崎さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんですか？まずは先頭バッターを出さないように注意して毎イニング投球したいですよね。はい、丁寧なピッチングに期待しましょう。いい当たり、中野。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは6番青木。
先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースが西、そしてスワローズが高橋、この2人の投げ合いとなっています。低め見送っています。ボール先行です。切れてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。さあ4球目は何か。低め決まってストライク、ツーボールツーストライクです。行きましたが三振。バッターボックスオスナ。まあ先ほど打たれたツーシームの使い方工夫したいですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。強振してきました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。インコース外れてボール。次が4球目。内へ低めに変化しました。インサイド落ちました。追いかけますが頭を越えました。二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。今日もマルチヒット。2アウトランナー二塁。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。いやーコースは良かったんですけどね。さあそしてバッターボックスには長岡が入ります。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。ここは歩かせてもいいかもしれませんね。なるほど、そうですね。まあここは敬遠でも良かったですよね。次のバッターの方がやりやすいと思いますからね。まあそうですか。惜しいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。4球目は何で来るか。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。次が5球目。ストレート打った。セカンド抜けた。セカンドランナー帰れば同点。ライト前ヒット。タイガース、さらにピンチが続きます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。まあこれはいいバッティングされましたね。さあバッターボックスには先発の高橋が入ります。まあ調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。
落としてきましたが、これは外れます。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。これが4球目。緩いボール、しっかりと見極めました。3ボールになりました。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。空振り三振。ここは投げ勝ちました。スワローズの追撃を許しませんでした。スリーアウトチェンジ。同点のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、タイガースが1点差を守っています。赤星さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？まあ見ていて両投手の緊張感が伝わってきますし、いい展開でここまで来てるんじゃないですかね。そうですね。このまま勝ちにつなげることができるんでしょうか？低め見送りました。ストライクです。146キロ。ストライクです。ワンボールツーストライクです。ボールになります。さあ仕留められるか。見逃して三振になります。ワンアウトです。打順はトップに帰って近本。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ここはフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスには2番、中野。ツーアウトになっています。アウトコース見送っています。ファウルになります。インサイド、センターへ打球伸びる。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。5回終わって2対1、1点リードはタイガースです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、ワンアウト二塁三塁のチャンス。5番大山、きっちり犠牲フライ、タイガース1点を追加します。5回の表、ピンチの場面だったんですが、ここはピッチャー三振に切って取ります。同点のピンチをしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。お待たせいたしました。京セラドーム大阪からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ヤクルトスワローズ、打順よく1番から始まります。塩見がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショート。初球打ち、これはどうか。
一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには代打の川端。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。初球は何から入ってくるか。小さく変化させました。引っ張った。高い打球ライトへ。ライト掴んでツーアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。打順は3番山田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。この回の西、3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。打ちました。難しいバウンド。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1タイガースが1点をリードしています。スワローズ6回の裏、スワローズに選手の交代がありました。代打いたしました。川端そのまま入り。6回の裏タイガース、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはマルテ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース1点リードで迎える6回の攻撃です。ボールになります。ボール。低めはボール。5球目は何で来るか。バッターボックスは4番佐藤。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。高め外れました。ボールになります。いやギリギリですよね。よく見ましたね。はい。外のストレートわずかに外れてボール。スリーボールツーストライク。これが7球目。三振になります。ワンアウトです。
バッターボックスは5番大山。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ワンアウトランナー1塁です。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。まあやはりだんだんキレがなくなってきている印象ですから、ここはチャンスでしょうね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。打ちました。これはセカンドの右抜ける。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には糸井が入っています。さあ追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。中へのストライク。これが3球目。打った。二塁送球。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。6回終わって2対1、タイガースが1点をリードしています。里崎さん、ここまで熱投力投が続いているんですが、ベンチもリリーフは考えているんでしょうか。まあそうですね、ここまでの内容を見てもそろそろ動き出すんじゃないですかね。そうですね、リリーフのタイミングも注目しましょう。切れていきます。ファウル。ご注意ください。ボールになります。ここは落としてきました。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックス中村、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。里崎さん、どうでしょうかね。まあそろそろ疲れもね、出てくる頃ですから、どこまで投げさせるかですよね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。これもファウル。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックス青木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。振ってきません。外れています。さあ3球目は何か。
ファウルになります。インサイド変化球外れます。またファウル。インサイド落ちました。ここもファウルです。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、1点リードはタイガースです。さあ、そしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。初球打ち、大きな打球になった。さあどうだ、右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。いや、ナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。ここで追加点を挙げて勝負を決めたいですよね。うん、そうですよね。まあ、そして頼りになるバッターに回りましたから、非常に期待できると思いますね。はい。さあ、このチャンスしっかりものにしておきたい。センターへ、面白いところに飛んでいる。掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックスには代打の小野寺。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、点差としてはまだ十分とは言えませんから、ここで得点しておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。やはりピンチですから、初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですね。これが2球目。チェンジアップには反応しません。ボールです。低め見ました。ボールです。ボールが3つになります。この打球はフライになっています。セカンドフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。まあ、ここはここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは一塁に向かいます。さあ、そしてバッターボックスには中野が入ります。さあ、なおもチャンスの場面。最初は変化球できました。外の高め振っていきます。釣り玉でしたけど見極めましたね。高めの釣り玉でしたが振りません。外れています。高めを2球続けました。見送っています。ボール。フルカウントです。さあ、バッテリーは何を選択してくるでしょうか。これは高い打球になった。ファールグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。
ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7回終わって2対1、1点リードはタイガースです。これから8回スワローズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。湯浅が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。打ちました。高いバウンド、セカンド取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスは8番長岡、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました。これもセカンドゴロ、アウト。2アウト。バッターボックスには代打の西浦、2アウトランナーありません。初球ボール、見送っています。ボール先行です。打ちました。取った、一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいスワローズでしたがここは三者凡退に終わっています。2対1、1点リードはタイガースです。スワローズ8回の裏タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。梅野がマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは梅野、今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。さあ赤星さん、ここでリリーフを送ってきました。そうですね、まあここはじっくり攻めていけばいいと思いますけどね。なるほど。さあここから点差を広げていけるか。打ちました。これもファウル。さあ4球目は何か。またファウル。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス佐藤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ワンアウトランナーなし。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返していきました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあここでタイガース代走を送ります。熊谷がファーストランナーに入ります。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に置いています。バッターボックスには大山、そして一塁ランナーはライト方向を流し、ファーストの左抜けました。三塁へ送球する。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁一塁。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。バッターボックスには代打の高山。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、点差としてはまだ十分とは言えませんから、ここで得点しておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど。右中間へ、ここは打ち上げています。ライトフライ抑えてアウト。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。つ
繋げなかったですね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の糸原が入っています。さあ2球目は何か。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。ファウルです。打球は切れてファウルボール。ジャストミート左に切れます。見送ってボール。打ち上げました。高い打球掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。8回終わって2対1、1点リードはタイガースです。さあ最終回1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。タイガースの守護神岩崎、当然1点差を守りきらなければなりません。スワローズの攻撃は1番センター塩見。初球はボールになりました。打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。打ちました。流しました。打球はレフトへ。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。インローを見送っています。外れてボール。次が4球目。引っ張った。サードが前に来る。一塁送球します。これで3アウト。試合終了になりました。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。